はい、プロファミです。今日はですね、浦和戦のこの7分間で起こったね、小塚選手のタックルとか、今村主審のちょっと冷静さを欠いたような態度とか、あとは稲賀選手のジェスチャーとかね、これあの悪い意味でちょっと話題になってたプレーなんですけれども、ちょっとね話題になってたプレーなので、ちょっと取り上げてね喋ろうかなというふうに思います。でね、これこの7分間見てね、結構イメージが悪くなったというか、ちょっとね見るの何これっていう感じでね、浦和戦見続けるのちょっとしんどくなったような7分間でしたね。まず小塚選手なんですけれども、後半29分に交代出場しました。大島選手との交代で、出場しています。でルヴァン湘南戦とかね、途中出場で結構小塚選手最近好プレー見せていて、結構フロンターレに馴染んできて、その中でもね小塚選手の色っていうかね、小塚選手自身のプレーを出せるようにだんだんなってきて、今後にもね期待が持てるかなっていうところ で今回もですね、後半29分に大島選手と途中交代で出場しました。で最近だとね、後援会、フロンターレの後援会の開放の開放誌でも、小塚選手の特集が組まれてたりとか、結構ね期待感っていうのはあった中での出場だったんですけれども、こちらですね、出場から4分後、足裏タックルで一発退場となってしまいました。こうね写真見ると分かるんですけども、明らかにね、足裏が相手選手に入ってしまっているので、まあこれどう考えてもね、レッドカードかなっていう、致し方なしっていうプレーかなというふうにまあ思いますけれども、まあ、これね、まあ、小塚選手の心境とかを考えると、おそらくねやっぱ小塚選手、まあ、状況としてはシミッチ選手のまあロングパスが奪われて取り返しに行ったプレーで、足裏タックルになってしまったっていう形ではあるんですけれども、おそらくね小塚選手やっぱ好調、調子がいいっていうのはね自分でも分かってたんじゃないかなっていうふうに思います。でその中で、調子がいい中でアピールしたいっていうところで、まあ本来ね小塚選手パスとかそういった攻撃のね想像力の部分っていうのが武器になる選手ではあるんですけれども、まあ、フロンターレで試合に出るには、まあ、オニック監督の基準を、まあ、納得させて試合に出るっていう意味では、まあ、守備とかね、ネガティブトランジションの切り替えっていうところっていうのも重視されるので、まあ、そういったところでね、まあ、自身の好調さもあって、アピールしたかったのかなっていうところでね、勢い余っていった、行ってしまったプレーなのかなっていうふうに思います。ただね、この状況を見ると、これでね、もし仮に奪えたとしても、小塚選手のこの周りって浦和の選手が多くて、小塚選手の周りに、まあ、フロンターレの味方の選手が少ない状況でのタックルだったので、まあ、スライディング自体がリスクでもありますし、そういったね、まあ、好調がゆえに体が動いてしまったプレーなのかもしれないんですけれども、逆にねその周りがちょっとあまり見えてなかったっていうのも露呈してしまった結果になってしまったのかなっていうふうに、思います。もし奪えてたとしても周りが少なくて、まあ、二次攻撃につながったっていうふうには考えづらい、シーンでのこのタックルでしたので、まあ、好調差をアピールしたかったっていうのはあるかなと思うんですけれども、まあ、かなり軽率なプレーだったのかなというふうに思います。ただね、まあ、今回レッドカードになってしまいましたけれども、こうね、好調な時にアピールしたくてそう勢いでいってしまうっていうのってね、こういう失敗って結構日常生活の中、サッカーに限らずで結構あるかなというふうに思うんですね、うん、なので、まあ、これ1試合の出場停止になるとは思うんですけれども、まあ、出場停止明けもね、まあ、この失敗を教訓にして、さらに成長した形でね小塚選手戻ってきてもらいたいですし、まあ、冷静にプレーしてもらえればね小塚選手、ポテンシャルはしっかりありますので、まあ、誰に貢献してもらえる選手かなというふうに思いますので、またねチャンスを上げてほしいなというふうには思いますね。でこのレッドカードのシーンで、まあ、レッドカードを小塚選手に提示する今村主審の態度がちょっとね冷静さを欠いたような態度だったので、審判としてどうかなっていうふうにはすっごい思いましたね。これ同じことを思ってる方も結構いるんじゃないでしょうか。ただね小塚選手の、
へのレッドカード自体は妥当だと思いますし、まあ、かなり近くで見てしっかり、まあ、見ている中での判定だったので、そこに関してはまあ全く、まあ、そのチームとしても異論があるような感じではなかったですけれども、まあ、レッドカードを、ね、提示する今村主審の、ね、この興奮した、様子ですね、顔を真っ赤にしてこうガーッと叱責するような、姿が結構ね話題になってましたけど、これはねちょっと違うんじゃないかなっていう風にねすごい思いました。審判なのでね、まあ裁く立場ですよ、あの良くも悪くもっていう形で、まあ判定を下す立場の人間なので、こうやってね感情的になるのはちょっとやっぱ違うかなっていうふうに思いますし、やっぱりねそのこの興奮したまま状態で一回こうガッて興奮すると、その後人間なんでやっぱ落ち着くの難しいですよねっていうこともあってね、その後の判定っていうのはね結構納得感に欠ける判定っていうのを、特にこれはね、フロンターレサポーターとしてはちょっとあんまり言いたくないんですけど、フロンターレ寄りというか、浦和サポーターからしたら、おいなんだよみたいな、結構ハンド2件続けて見逃したシーンもありますし、あれね、フロンターレサポーターから見ても、ハンドだろうなっていうシーンでしたし、あとはね、ペナルティエリア内で PK かどうかっていうところでね、流したシーンなんかもありましたし、この後ね、まあ、興奮してしまった今村主審っていうのは、まあ、納得感に欠ける判定っていうのを、まあ、連発したっていうのはね、ありますので、まあ、そういったところでもね、審判としては冷静に、判定をしてほしかったなっていうふうなには思いますね。で、あとはその、この家永選手のジェスチャーですよね。これが後半、36分ぐらいのプレーだったかなと思うんですけれども、まあ、関根選手に対して後ろから押して、ただねそんな強く押した感じじゃなくて、逆にね関根選手がもらいに行ったようにも見えるプレーでしたし、しかも家永選手結構ねフィジカル強いんで、押されても倒れないで、キープするっていう場面結構ありましたね。でこれで家永選手のファウルにするんだったら、他にもねフロンターレにファールが与えられるべきなんじゃないかっていうシーンも散見されてましたので、判定自体は確かにね、家永選手にとっては不利で、まあ、整合性に欠けている判定だったのかなっていうふうには思いますけれども、まあ、確かにね、映像を見てると、まあ、ファールを捉えても仕方ないよなって思うような場面でも、あったんですけれども、まあそれだったら稲賀選手に対するファウルもいっぱいあるよねっていうのは稲賀選手からしたら思うところだったかなっていうふうに思います。ただですね、これこういうね審判をバカにするジェスチャー、 もしかしたら本人としては抗議のつもり、バカにする意図っていうよりかは、抗議、まあ、ちゃんと考えてやってくれよっていうところの抗議のつもりだったのかもしれないですけれども、これね、頭おかしいんじゃないのみたいな、どうなってんのみたいな、そういうね、まあそういう、なんていうかね、審判に対する侮辱と捉えられかねないですし、人によってはね、これにレッドカード出す審判もいるかなというふうに思います。っていうね、そういうリスクのあるジェスチャーを審判に対してするメリットっていうのは何一つないですし、ここでねイエローをもらったことによって、この後もね、もしイエローをもらった時に退場っていうリスクを抱えてプレーするっていうことになるので、こうねプレー致し方ないプレー以外でのイエロー、特にねこういう、まあ、もらう必要のないイエローカードですし、審判からの心象も悪くなるようなプレーですよね、こういうのをね特に最年長のベテラン選手がやるべきではないのかなっていうふうにはすっごい思いました。でこの場面でもねやっぱりこのバカにされたように感じると思います、審判からしたらね、普通はバカにされてると感じますし、このシーンでも 今村主審興奮してるようにも見えたんで、やっぱりね、そういう意味でもやっぱこうジェスチャーはするべきではなかったと思いますし、この裏汗のね、小塚選手の軽率なファール、それから興奮してしまった今村主審と、あとはまあ家永選手のジェスチャーの部分ですね、これは一つもね
プレーと関係ないところで荒れる原因になってしまいました、なってしまうプレーになっているので、そういうのはね、良くないですし、まあ、それをね年長選手とか、まあ、今村主審も結構経験のある審判です。でそういったね、まあ、経験のある人たちが冷静になれないっていうのはどうなのかなっていうふうに思いました。皆さんはねこの一連の流れに対してどう思ったでしょうか。ぜひねご意見があればコメント欄でお聞かせいただければなというふうに、まあ、思います。まあ見ててね気持ちいいシーンではなかったのでね、まあこれぐらいに話はしていこうかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければねチャンネル登録とか高評価とかいただけるとありがたいです。それではさようなら、バイバイ。